タイタンの大気のモヤの層の色タイタンは太陽系の衛星で唯一完全に発達した大気圏を持っている。タイタンにかなりの量の大気が存在することは1903年にタイタンの周辺原稿を観測したスペインの天文学者ホセ・コマス・ソラが初めて推測し1944年にジェラルド・カイパーが文工学的手法を用い メタンの分圧が100ミリバールの桁の大気が存在することを確かめた。1970年代に行われた観測で、カイパーの測定値はかなりの過小評価であることが示され、タイタンの大気中のメタンの存在量は10倍も高く、地表気圧は少なくとも2倍であることが明らかとなった。地表気圧の高さは、メタンがタイタンの大気の極一部であることを意味した。 1981年、ボイジャー1号が初めてタイタンの大気を詳細に観測し、地表気圧は地球より高い1.5バールであることを明らかにした。ボイジャーによる観測で、タイタンの地表気圧は地球の約1.45倍であることが示された。タイタンの大気は地球全体の大気の約1.19倍の質量があり、面積あたりでは約7.3倍となる。 不透明なもやの層が太陽からの可視光のほとんどを遮り、タイタンの構造の特徴を不明瞭にしている。大気が厚く重力が低いため人間は腕に翼をつけることで飛ぶことができる。タイタンの低い重力は大気の層が地球よりも拡張することを意味する。実際にタイタンの大気は9 7 5トルの高さまで存在し、カッシーには 大気の中で軌道を維持するために調整を行わなければならなかった。タイタンの大気は多くの波長に対し不透明で地表の完全な反射スペクトルを外側から得ることはできない。タイタンの地表の最初の画像が得られたのは2004年にカッシーニが到着したのが最初であった。カッシーニのホイヘンスプローブは降下中に太陽の方向を検知することができなかった。 また、地表の画像は、なんとか撮影できたものの、ホイフェンスの運用チームはこの過程を、夕暮れのアスファルトの駐車場を撮影するようなものと、例えた。タイタンの北極上空の雲清掃圏の大気の、素性は 98.、98.4%の窒素と1.4%のメタン、0.1から0.2%の水素である。メタンは、高所では凝結するため、その存在量は、 高度 32km の対流圏海面から下がると増加し、高度 8km 以下では4.9%の一定値となる。エタン、ジアセチレン、メチルアセチレン、アセチレン、プロパン等のメタン以外の炭化水素や、シアノアセチレン、シアン化、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、ジシアン、アルゴン、ヘリウム等その他の気体も痕跡量存在する。 宇宙から見た時の大々色は少量存在する他のより複雑な化合物、おそらくはソリンの存在が原因であると考えられている。炭化水素は大気上層で太陽の紫外線によるメタンの分解によって生成し、大々色のスモークを形成していると考えられている。2008年の研究でタイタンは土星の磁場を横切った時の残骸を保持していることが示されたものの、 タイタン自体は磁場を持たず、太陽風に直接さらされている。太陽風は大気上層の分子の一部をイオン化し、運び去る。2007年11月、タイタンの電離圏で水素の約1万倍の質量の影イオンが存在する証拠が発見され、タイタンの地表を隠している大々色のもやであると考えられた。その構造はわかっていないが、ソリンであると考えられ。 他観光航族炭化水素のようなより複雑な分子を形成する元になっていると考えられている。太陽のエネルギーはタイタンの大気中のすべてのメタンを太陽系の年齢と比べてはるかに短い5000万年以内により複雑な炭化水素に変換しているはずである。これはメタンが補給されるかタイタンの内部で生成されていることを意味する。 タイタンの大気が一酸化炭素の1000倍以上のメタンを含むことはメタンよりも一酸化炭素を多く含む水性の衝突による補給の可能性を除外する。太陽系に豊富に含まれる水素やネオンを持たないためタイタンが形成の過程で初期の土星の大気を硬着させた可能性もないと考えられる。多くの天文学者はタイタンの大気中のメタンはタイタン内部から 氷の火山の噴火等で放出されたものであると考えている。タイタンの自転の方向に沿った西から東向きへの大気の循環のパターンも発見されている。2004年に行われたカッシーニによる観測でも、タイタンは近世と同様に地表よりも早く大気が回転していることが示された。タイタンの電離圏は地球のものよりも複雑であり、 電力圏の主要部分は高度 1200km であるが、高度 63km にも、過電粒子の層がある。この分裂は、タイタンの大気を一種の電波反響室にしている。カッシーニにより検出された極超超波の源は分かっておらず、また広範囲の稲妻も見えない。タイタンは内部の磁場は無視できる程度で、もしかすると全くないかもしれない。軌道距離は、 太陽半径の20.3倍であるため、時々、土星の磁場の中に入る。しかし、土星の自転周期とタイタンの軌道周期の差から、土星のプラズマとタイタンの間の相対速度は、約秒速1 0 0トルにもなる。これは、大気を太陽風から守るのではなく、大気の喪失を引き起こす反応を強める。タイタンの濃い大気が持続していることは、 似たような構造を持つ木星のガニメデやカリストが、ほとんど大気を持たないことと比べて謎である。この不均衡については未だほとんど理解されていないが、近年のミッションのデータから、タイパンの大気の進化について、基本的な制約が得られてきた。カッシーニが撮影した、タイパンの大気の層をおまかに言うと、土星の距離では、太陽の日射量や、太陽風の流束が小さすぎ、 地球型惑星では気発性の原子や分子は3つすべての層で蓄積する。タイタンの地表温度も非常に低く約 94K である。その結果、大気の成分となる物質の質量分率は地球よりも大きくなる。実際に現在の解釈ではタイタンの質量のわずか約50%が計算主要であり、 残りの主な物質は水とアンモニア水和物である。タイタンの大気の窒素分子の源になったと考えられているアンモニアはアンモニア水和物の質量の約8%である。トビエラによるとタイタンは分化した層を持ち、氷小の層の下の液体の水の層にはアンモニアが豊富に含まれている。主に重力の低さと太陽風による光分解が原因の現在の 大気の喪失から一時的な制約が得られる。タイパンの初期の大気の喪失は窒素14と窒素15の天然存在比で推定できる。軽い窒素14は光分解と加熱の下で大気上層から逃げやすいためである。タイパンの元々の窒素14と窒素15の比にはほとんど制約がなく、初期の大気は1.5倍から100倍もより多くの。 窒素分子を含んでいたと考えられている。窒素分子はタイタンの大気の98%を占めるため天然存在比は大気の多くが長い時間を経過するうちに失われたことを示している。それにもかかわらず地表の大気圧は未だ地球の1.5倍近くあり、気発成分の割合は地球や火星よりも多い。大気の喪失の大部分は降着から5000万年以内に起こり、 高エネルギーの軽い原子が大気の大部分を運び去ったのかもしれない。このような出来事は初期の太陽からの X 線や紫外線領域の光子の放出による加熱や光分解によって起こったのかもしれない。カリストやガニメでは構造的にタイタンと近いがこれらの大気がタイタンほど濃くない理由は分かっていない。しかしタイタンの窒素の起源はこ着した。 クラスレートからの脱ガス化ではなく、硬着し、脱ガスしたアンボニアが光分解したものであることは、正しい推測の鍵になり得る。窒素が、クラスレートから放出されると、太陽系の原子を同位体アルゴン36とアルゴン38も、大気中に存在するはずであるが、どちらもほとんど検出されていない。アルゴン36とアルゴン38が少ないことは、アルゴンや窒素を、 クラスレートに捕獲するのに必要な 40K 以下の温度は原子土星系に存在しなかったことを示唆する。その代わり、アンモニアの水あえ物としての膠着を制限する温度は 75K より高いと考えられている。より大きい重力1エネルギーが放出されることや太陽に近いことから原子木星系はより温度が高く、カリストやガニメレへのアンモニアの膠着は少なかったと考えられる。 結果として生じた窒素の大気は薄すぎて、タイタンが経験しているような侵食は起こらない。また別の説明は、水星の衝突は強い木星の磁場のために、タイタンよりもカリストやカニメデでより多くのエネルギーを放出するというものである。これにより、タイタンでは水星を構成する物質が大気の一部となる一方、カリストやカニメデの大気は侵食される。しかし、 タイタンの大気の重水素、水素比は2.3プラスマイナス0.50から4と水星より1.5倍も低い。この差は水星の物質はタイタンの大気に大きな影響を与えていないことを示唆する。ありがとうございます。